よし。CEO の動画見ようかな。あ、マノンにはブランカちゃうんや。あ、見ました見ました。ね、明日メンテらしいですね。後ろ投げ。結構パリ使います。へえ。今の。みんなはやっぱ卓の通し方がうまいよな。おお、気張り。インパクト。卓の通し方がやっぱうまいわ。おお、なるほど。俺もこういうの使わなあかんな。実際こんなに変ねん。マジで使うべきやねんね。ちょっと画質ちょっと待って、持ち上げられへんな。なんか画質やばいなと思って。480円。あー、わかる。あ、メナでもやりますよね。僕もわかりますわ。これ大会中のこのジャストマジで結構気にするよな。ボタンなかった。メナボタンなかった説あるの。やっぱこの中継ぐらいのちょっと外の距離でのサンドブラストをもっと振らないといけないんやろうな。俺これ全くできてないから、ここら辺が結構道義系の球の打ち方やと思うんですけど、ただ俺打ったらこれ確定やんって思っちゃってあんま打ててないんやけど、たまに打たなあかんよね絶対。うわー、見てからじゃ間に合わんけど連打したら間に合うもんね。読み合い強えわ。そう、長押しいいのにね。わかりましょう。うまっ読みだと思います、たぶん。マジで圧がすごい。ガンガンいくな。ルクってそういうキャラじゃないと思うんですけど、これメナうまいわマジで。あ、マジ、あ、見てればいけんのか。マジか、いるべきやんじゃ。20ギリギリでも間に合うんやったらいけるかもしれないですね。ちょっと後で調べよう。後の方やったら無理かなと思ってました、勝手に。ああ、そうか、マノンやったら、対空が間に合わんからか。あれでも、一応いけんのか。うお、バックステガリで、ふっといたくいこうと思ってるけど、メナには引っかからん。メナヘッドホンしてないですね。ヘッドホンしないと結構いますね。隣のちょっとの些細なボタンを聞きたいとかでヘッドホンしなかったりとか、完全に離れてんやったらまあヘッドホンする人が多いですけど。僕は横対戦やったらあんまヘッドホンしない派です。か片方聞くか派、ちょっとだけ音欲しいとか。あ、見てからいける。あ、じゃあやっと、ありがとうございます。相手のボタン音とか、強すぎやろ。ちょっとのポチっていう音でもいいから、差し返しとか、ね、しやすくなるんで、僕ヘッドホンつけへんとかは、
結構横対戦あるあるっす。あれルーク来た、なんで何のブランカやったん。ホンダブランカ JP 出してこの世の終わり出して、うまっ、うまっ、ちょ、え位置入れ替わんのあれ、ちょっと待って、そうなん、ちょっと待って、初めて知った、はぁ、あ、そうなん、あれちょっとマジ取れましよ、あんな位置入れ替わんの、てか反応早っ、いや人が強いわこれ、いやうまいわメナ、ちゃこりゃ、てか橋のラッシュは大会なんか打ったらもう返されると思った方がいいね、強いわもうこれ、パンクだ、パンクちゃん、メナだわ。メナが強いわ。ちょ、さっきやった位置入れ替えだけちょっとやろう。あんなんありまんの？たまたまな気がするような、専用な。狙ってやったんやったらやばいよね。あ、そうなん。あ、近いとめくれんのや、これ。え、これめっちゃいいやん。あ、じゃあもう、これやん、もう。これぐらいの位置やったらもう、飛んできたらもう絶対こっちやん。もう絶対これやん、リエクさん無理か、ジャックとか関係ある、いやこれ狙ってやってはなさそうやな、うん、距離だって、うん、狙ってはなさそう、ただ、まあ、これぐらいの距離はやるべきやな、別に入れ替わんくてもライン上げれるんで、